さあやってまいりましたナルミッツ競馬コーナー、はい、行きたいと思います天皇賞ですそうです今度の日曜日は、はい、ね伝統のレース東京競馬場の芝2000メートルです16頭の出走 いいいメンバー揃いました、うん、人気の中心3強と言われてますね1番に入りましたコントレイル去年のクラシック3冠馬、はいえー、復活にかけます、はいえー、そして、えー、枠の並びの流れでいくと5番にエ、ね、フ・ F、ホーリアが入りまして今年のサ皐キ賞、ね、ダービー2着というもう今のどに乗ってる、えー、若手ですね3歳馬そして、えー、9番にグランアレグリア もう短い距離では敵はいないわという,もう絶対女王がこの中距離 2000m で果たしてどうかという対決が注目されていてあとはその他の馬がどうかというような概要かなというところですね。はい、さあそんな常識を覆す田村美香さんのスペシャル予想をよろしくお願いします。はい、寒くなってままいりましたは <laughs> すごいですね。競馬予想から寒くなってきましたねっていう、ここから入ります。あったかいものが恋しくなります。なんで笑うんです。かいや、もう今のでわかりました。え、わかりました。コンポタージュ。ですよね。かぼちゃのポタージュとか、そういうのがやっぱりこう。心に入ってくるんですね。なんと、ポタージュという、大馬さんがいるではありませんか。ポタージュです。おお。します。 ポタジェで来ましたか。どういったお馬さんなんですか。はい、ポタジェ、まず場名の意味はですね。フランス語で家庭菜園と。家庭菜園。あのポタジェスープではなかった。でも家庭菜園で作ったね。かぼちゃとか。そういうの、ね。あのね。とうきびとか。 この馬のお母さんがねジンジャーパンチってジンジャーそうそうだからちょっとまあそういった流れでねあったかいそうなんですよあったまるでしょだからあったまる場面やったーやちょっと待ったいやあの当たってないから、当たってないけど嬉しい嬉しいうんいやでもねあのこの馬ね実力馬です最近ねはいあのお父さんなんてだってディープインパクトですしはい溶結ですよでこのところね今シーズン力をつけてきてはいあの 前奏の、ね、毎日王冠っていう前哨戦も三着に来てて。お、あの、なくはないという。いいんでないですか。うん。いや、そんな気がします。ポタージェ。ポタージェです。え予想の根拠はポタージェスープからとなっております。<laughs> さあ、温まるのか、はいま。ハロウィン州でもありますしね。あ、そうですよかぼ,、ね、かぼちゃのポタージェ、いいんじゃないですか。<laughs> で、じゃ、あ私水野はですね。ええー、エフフーリア。 お本めにしたいと思います。 はい、の G1 制制覇覇天皇賞秋制覇これね若い馬がこのレース勝つって結構難しくって、えー、これまで 2000m の距離に変わってから2頭しか3歳馬で優勝ってはないんですね。<ー>今回勝つと20あ19年ぶりになるんですよね。でもねそれに十分値する力があるというエフフォーリアこれでいきたいと思います。で対抗に9番のグランガレグリアお姉さん<ー>、ね、この距離でも頑張るんじゃないか。で3番手に 僕は十四番のカレンブーケドールをあげたいなと思いますこのままねなかなかこう勝てそうで勝てないっていうお姉さんなんですけれども今回この条件っていうのは初挑戦なんですが割と合うんじゃないかとで何て言ったってはい美香さん皆さん天皇賞ですよそうです今週は何て言ったって小室圭さん真子さんお結婚ございましたカレンブーケドール持ってらっしゃいましたよね僕てっきり美香さんカレンブーケドールを押すのかと思ってました ああそうでしたか、えー、したらもう全然ポが上回ってくる。ね、であとコントレールがどうかなというところでそのあたりをですね、はいえー、今夜配信予定 HBC 競馬部動画でも、はい、<あ>古谷武彦さん競馬評論家をゲストにお迎えしまして、はい、配信予定ですのでよかったらご覧いただきたいと思います。ということで今度の日曜日は第164回天皇賞秋あったかーい結果を期待しましょう <laughs>